皆さんこんにちは。私たちは新一公民館で林美希人先生に絵を水彩画を習っている面々です。こちらがその林先生でいらっしゃいます。はい、ご紹介、自己紹介少しお願いします。林です。座ったままですよ。はい、はい、ありがとうございます。みんな美しいものを見つけて一生懸命に描いておられます。はい、そして公民館文化と自分の人生を築き上げておられます。はい、ありがとうございます。林先生は私たちに好きなものを描けと教えていただいておりますので、いろんな題材がございます。ただ林先生はやはり風景が多いので、比較的この後ろも作品も風景が多いようになってますけれども、いろんな題材を好きな時に好きなように描かせていただいております。第1月曜日の9時半からと第3月曜日の9時半からの2つのクラスに分かれておりますので、どちらでもよろしいですから、もしくは水彩画を描きたいと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。それでは私どもの作品を見ていただければと存じます。はい、これが林先生の作品でございます。今申し上げましたように、野菜とか花鳥とか、あるいはあこっちですね、はい、あスズメちゃん、皆さんの風景画が多いと思います。で